カテドラルはイギリスコベントリー出身のドゥームメタルバインド。1989年に結成。リードリアンナ・ナパーム・デスのボーカリストであったリードリアンとカーカスのローディーであったマーク、グリフ・グリフィス、および元アシット、レインのギタリストギャリー、ギャーズ・ジニングスによって1989年に結成された。1991年、彼らは イヤーエークレコードから極めて重く遅い、ドゥームメタル作品、この森の静寂の中で、を発表、シーンで脚光を浴びる。しかし、自作のデカダンス以降、早い段階から1970年代のヘビメタルやハードロックの要素を取り入れ、今日では、ストーナードゥームと呼ばれる音楽性の作品をリリースしていく。三作目のカーニバルビザール発表時期より、ラインナップが安定し、 オリジナルメンバーはリードリアンとギャズの2名及び後に加入したレオスミートブライアン・ディクソンという体制になった。2001年アルバムエンドタイムを最後にイヤー・エークレコードを離脱。その後はリードリアンのレーベルであるライズ・アバブ・レコーズから作品を発表するようになった。日本での配給元はデビュー以来2005年までトイズ・ファクトリーであった。 2005年リリースのアルバムザ・カーディ・オブ・アン・アー・スリー・デ・ライツのデジパック版については匂い付き CD であることが特筆事項として挙げられる。CD が刷られたり、CD プレイヤーの発熱で温められたりすることでリンゴの匂いを発する。しかし、しばらくすると匂いが薄れてきて、リンゴというよりはむしろセロリのような匂いを発するようになってしまう。 2006年10月14日に行われた日本のヘビメタルフェスティバルラウドパーク06に出演。2011年2月6日、次のスタジオアルバムを最後に解散することを表明。2013年4月、テンスアルバムザラストスパイアーをリリースし解散した。最終的な活動歴は20年以上に及んだ。ありがとうございます。